<music> こんにちは正午のニュースです生物兵器にも使われる炭疽菌の感染者がアメリカのフロリダとニューヨークで相次いで見つかっている問題で13日、新たに6人に感染の疑いが出て保健当局が確認を急いでいます。 このうち5人が勤務している新聞社のあるフロリダからのリポートです。フロリダ州ボカラトンにあるこの新聞社で、新たに5人が炭疽菌に感染していたのではないかという予備的な検査の結果が出ました。 保健当局ではこの新聞社の従業員やここ2ヶ月以内に新聞社に立ち寄った人々合わせて1000人余りに連絡を取り鼻の粘膜などからサンプルを取って炭疽菌に感染していないかどうかの検査を急ぎこれまでに970人分近くのサンプルについて検査を終えましたこれについてこの新聞社のスポークスマンが一部の報道機関に明らかにしたところによりますと13日午後に検査を行っているジョージア州アトランタの CDC= 疾病予防センターから連絡があり 予備的な検査の結果さらに5人が炭素菌に感染している疑いが出てきたということですこの5人の身元については明らかにされていませんが5人とも入院はせず自宅で抗生物質による治療を受けているということですただ疾病予防センターではあくまでもこの結果は予備的なものであって最終的に確認されたものではないとしており慎重に確認作業を進めています 当局は、テロ事件ととのの関わりを示すすす。証拠ははは何もないいいしててままが、がが国民の間ではさらに不安が広がっています当局はここフロリダでまだ結果が出ていない残り30人分余りのサンプルの検査を急ぎ、ここフロリダの事件で果たして何人が炭疽菌に感染していたのか、できるだけ早く確認したいとしています。一方、ニューヨークでは、NBC テレビの女性ディレクターがすでに炭疽菌に感染していることが確認されていますが。 その同僚一人も発熱や皮膚の潰瘍など炭素菌の感染に似た症状を訴えていることがわかりました。この同僚は NBC テレビのキャスター宛てに送られ、炭素菌が検出された手紙を手で触っていたということで、ニューヨーク市の保健当局が感染したかどうかを確認する検査を急いでいます。また、ネバダ州ではマイクロソフト社の関連企業に届いた不審な手紙の中から炭素菌が検出され、州当局で、 問題の手紙に触れたり近くにいたりした社員について検査を行っていますが今のところ感染者は確認されていません。